それでは2022第3回マスターズカップイン瑞浪マックスマスターズクラス予選ヒート1スターティングリッドご紹介してまいりましょう。見事ゴールポジションを得ましたのはなかなか乗り切れていない、そんな表情をしておりました。昨日から一転しっかりとゴールポジションを得ました。ゼッケン2番をつけますのはトレンタカウントロス豚から山崎学選手です。タイムは45秒565というタイムでした。さあこのタイムは2番手以降におよそコンマ1秒引き離してのポールタイムです。そしてその山崎と肩を並べますフロントローセカンドグリッドからスタートはゼッケンは55番をつけます。ゼッケン55番をつけますのがメカニコヒーローズ岡本淳二選手です。岡本選手のタイムは45秒649というタイムでした。さあ仲のいい2人がこのフロントローを並びました。3番グリッドゼッケン21番は長田和美、4番グリッドゼッケン5番は中島康彦、5番グリッドゼッケン14番新藤翔太、6番グリッドゼッケン10番は村井健介、7番グリッドゼッケン81杉山健吾、8番グリッドゼッケン77宮崎渉、9番グリッドゼッケン13長谷学、そして10番グリッドゼッケン60深川秀夫、11番グリッドゼッケン65丸谷正幸、12番グリッドゼッケン7番柴田和弘、そして13番グリッドゼッケン27上田武彦、14番グリッドゼッケン8石田浩二、15番グリッドゼッケン9上岡正雄、16番グリッドゼッケン34増田隆久、最後尾からゼッケン17ダブルエントリーゼッケンは22番ですね下地克也がスタートをします。さあスピードが上がってきたブラックアウト今スタート。さあ1コーナーはどうだ、1コーナーを取ったのは岡君だ、岡本淳二が1コーナーを取りました。2番手に下がった山崎ではありますけれども落ち着いた状態でレースをスタートをさせていただきました。さあ5コーナー入っていく、3番手にはゼッケン21長田です。そして4番手に関しましてはゼッケン14番をつけます新藤翔太がスタート直後の5コーナーではもう4番手に上がってきています。さあ5コーナーそしてタコツボとクリアを生かしましてバックストレートから11コーナーイン側山崎がまたまたトップ奪い返します。さあポールポジションからスタートをいたしました山崎学、先ほどオープニングラップ早速岡潤がやってきたというところもありましたけれどもなんとかここを守った。さあトップグループはさすがマスターズということもあります、落ち着いています。さあ2コーナーインの岡潤が行く、さあ山崎もここは無理なラインは取りません。さあしかし3番手4番手この辺りも来るぞ。さあゼッケン21、さあ後ろからどうだ、5番手に滑り込むか、いや立ち上がりが鈍った、5番手はそのままゼッケン81番をつけます杉山健吾です。さあ杉山もこれ7番グリッドからスタートをしたんですけれども杉山上がってきています。そしてバックストレートから11コーナー、先ほど11コーナーで山崎はインをつきましたけれどもこのラップでは無理はしません。さあそして後ろからはゼッケン27番をつけます上田と、そしてゼッケン34番増田のバトルというのも激しくなってきています。さあホームストレート、現在このラップトップはゼッケン55岡本淳二、さあ2番手には山崎学、そして3番手には長田が来ています、4番手には新藤翔太。さあ5コーナーの進入のところ3番手長田、そして4番手新藤、そして5番手に来ておりますのがゼッケンが81番をつけます杉山健吾です。杉山もスタートグリッドに関しましては7番グリッドからだったんですが現在は杉山1台1台追い抜いて現在5番手。さあ11コーナーのイン側、ここはどうだ、ポジションは変わらないトップ5、トップグループまだほどけませんね。そうなりますと2番手3番手以降の方のペースがいいということになりそうです。さあトップ2岡本淳二と山崎学2コーナー、ここではインには入ることはできない。さあ走行しているうち3番手以降が実際になってまいりました。ゼッケン21番長田、そしてゼッケン14番の新藤が4番手、5番手が杉山健吾、そして6番手ゼッケン13番がこちらが長谷学です。さあバックストレートイン側から立ち上がってくるゼッケン14番どうだ、11コーナーゼッケン14番新藤翔太がポジションを上げるか、新藤翔太5番手です、新藤は5番手、
まだレースはこの予選ヒート1前半戦、無理をするわけにはいきません。杉山健吾の後ろ5番手進藤翔太、先ほどは並びかけるというところもありましたけれど無理はしません。さあ一方でその進藤翔太の後ろゼッケン13番をつけます永谷学もしっかりとその進藤の動きを見ています。さあ現在トップグループタコツボに入っていきます。さてオレンジボールが出されていますね。ゼッケン9番です。ゼッケン9番の上岡正夫に対しましてオレンジボールです。ゼッケン9番上岡正夫に対しましてオレンジボールが出されました。さあスーツがそのチャックが上がっていないという、いやーこれはちょっとドライバーとしてもったいない。1コーナーから2コーナー山崎学がクロスライン綺麗に抜いていきました。トップに浮上。山崎と岡潤のこのバトルはまだまだ続いていきそうです。現在レースは5周を消化、残りは3周というところ、現在のラップを含めまして残りは3周です。さあまた山崎が5コーナーでトップに立つと思いきや、タコツボのところではややイン側を意識するようなライン取り。山崎学もう仲のいいそんなドライバーも多いところではありますけれども、その中でも昨日もさまざまな情報交換をしておりました岡本淳二と山崎。さあその山崎は現在トップ、2番手岡本、そして3番手ゼッケン21番の長田。さあ長田のちょっとスピードが伸びてきているぞ。さあ長田がどうだ、2コーナーつながってつながって2番手に入った。さあここは岡本がトップに立った、その後ろドッキングしまして長田もうまく2番手に上がってきた。山崎ちょっと2列目この3番手というのはいただけない。ここからなんとかポジションを上げていきたい。さあタコツボから立ち上がってくるバックストレート、そして11コーナーへと入っていきます。さあトップはゼッケン55番、岡本淳二、そして2番手に上がってまいりましたのが長田、そして3番手が山崎、その後ろには杉山進藤が来ています。さあ杉山も山崎を狙っている、杉山も山崎を狙っている。前傾姿勢の杉山、アイルトンセのヘルメット同士のバトル、2コーナーインに入ることはできない。さあ2コーナーから、そして3コーナー立ち上がってくる、4コーナーから5コーナー、トップ3、4、5が入っていく。この5人に関しましてはどうなるかわからない、もうこれはヒート1の最終ラップということになっています。さあタコツボのイン側、動きはない、動きはありそうでない。さあ11コーナーのイン側どうだ、それぞれ間隔が空いている、それぞれ間隔が空いている。トップ5、そしてボーダー6番手5番手7番手争いのあたりも激しい攻防戦。この最終セクショントップ5は結局ポジションを変えずに、そのままトップチェッカーはゼッケン55番、岡本淳二がトップチェッカーへていきました。2位チェッカーうまく岡本につながって、ゼッケン21、長田が2位でチェッカーを受けていきました。3位チェッカーゼッケン2番の山崎学、4位チェッカーこちらもグリッドから上げましたゼッケン81杉山健吾、5位チェッカーがゼッケン14番の進藤翔太、そして6位チェッカーゼッケン13番の永谷学、7位チェッカーゼッケン5番の中島康彦、8位チェッカーゼッケン77番の宮崎渉、9位チェッカー65番をつけます丸谷正幸、10位チェッカーゼッケン60深川秀夫、そして11番手ゼッケン10です村井健介、12番手チェッカーゼッケン8位石田浩二、そして13番手チェッカーゼッケン7番柴田和弘、そして14番手チェッカーゼッケン27番上田武彦、そして15番手チェッカーゼッケン34番の増田隆久。以上トップ15お伝えをいたしました。